勝利宣言するでしょ、うん、仕上がった時は、うん、しゃー形になったでやそうか。で、まあ、今年はねその3人とも、うん、僕もですけど、うん、3人とも全国流通で、ね、すごい、出させていただきっていうのがやべえよね。やばいよね。なんか嬉しかったですね。だからキアヌさんのチョコレートドリンクで、うんうん、バンっていうのバンバンで、ムズは一寸先闇バンドバンドで、はい、バンバンバン、すごいね、新宿すごかったですね。新宿店がやばい展開してくれて、すごいめちゃめちゃ面白かったのが、あの金子キワの佐藤モカでこう一緒に出して、はい、っていうのと隣の棚で展開してくれてて、新宿店は、あ、そう、そう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 、で私はなんかエスカレーター登って大きい展開してくれた後にもう一個展開してくれたのがその岡山組のコーナーみたいなのがあって、すごい胸熱で、でその中にこれ大竹ジェームズ一寸先闇バンドの聞く人のおすすめの中に群の良かった、あーそうなんだ、生きててくれてありがとうねが一緒に展開されてて、そうそうそう、胸熱、いやーなんかね嬉しいですよね、非常に嬉しかったです。あれまずなんかキムさんのやつは全部自分なんですか？そうですね、全部全部レコーディングとミックスマスタリングはやってもらったんですけど、曲のアレンジとかは全部自分で、10曲ですよね。もう孤独だった孤独だった本当に。アルバム出すっていう話は結構前から、はい、や話してて、でもいつ出すのか全く決まってなかったんですよ、うん、でコロナで時間がある時に、はい、やればよかったものを Amazon プライムでおじゃ魔女ドレミをずっと見てて6月の3日か4日ぐらいに、うん、8月5日にアルバム出すよって言われて、まあアルバムの曲もまあまあ考えてて、で3曲ぐらいはあのもうブラッシュアップしよう、はい、リアレンジとかして終わったんですけど、あとの7曲新曲2曲は全く手つけてなくって、新曲2曲って何の曲？あのスイートウィープとヘーゼルナッツっていう曲なんですけど、一番最初のやつがスイートウィープ、スイートウィープですね。で、あのヘーゼルナッツよかった、やべえやべえやべえみたいな、で、あのレコーディングもしなきゃいけないってなったら、まあ、7月の1日に納品しないといけないみたいな、1ヶ月だで、レコーディングのエンジニアの方と予定合わせてもらったら、多分あの6月15日とかかな、うんうん、にレコーディングを始めなきゃいけないから、やっば期間で7曲完成させなきゃいけない。キャノンいつもそんな感じじゃねスケジューリング、もうずっとなんか座って仮眠しつつ、なんかコーヒーとキレートレモンで栄養を取りつつずっとパソコンで作って、栄養じゃねえしでバイト行きみたいな、もうやらんとできんやらんとできんって言いながら、全部一人でやってるのはもうすごいですね。でも曲それでさ作ってマジでいい曲できるからさ、いや本当にもうやべえからもうこのスタイル貫いたらでもそう追い込まれた方がやるんだよな、うん、それがあってのはそれあって、ね、そうですね。ジャケットも自分で描いたんですか？ジャケットは描いてもらいました。なんかずっと好きだったイラストレーターさんがいて、その人にもう一生のお願いです的な感じで、うわだからいいよみたいな軽い、てっきり私は自分の絵かなって、いやなんか僕もなんとなく思う、そうなんかはもう私にぴったりの絵なんですね、自分で言うの だからすごいなんかマッチしてるっていう、うん、そうもう世界観的にもめっちゃ多分もうこの人しかいないなと思って、で描いてもらいましたね。Thank you.
そう、ファーストアルバム、うん、私なんか足だからよ。あ、そうだそうだ、足の写真、足の写真なんかね、あれでもかっこいいね、アートワーク、アーシャも。あ、嬉しい。したけど、ボーギングっていうポーズがあって、なんかジョジョ立ちみたいなやつ、ジョジョ立ち、こんな、なんかこんなんとかこんなんとかやりたいねって言ってったら、なんかそのバンドメンバーでアーシャ撮ろうっていう話の時に、カメラマンさんがすっごいなんかこうダラッとした格好でボーギング、そのバシッとしたポージングすると、なんかミスマッチで面白そうっていうか、そのバンドの危うさみたいなのとマッチしてる。いや、めちゃめちゃセンスありますね、すごいね。なんかそのカメラマンさんの一言がバシッと決めてくれたみたいな感じで、なんかみんなでパジャマ買いに行ったりとか。パジャマだったよね。そう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 、ね、なんかみんなで新宿にパジャマ買いに行くっていう。楽しそう。なんかメンバーマジで仲良いので、うん、なんかそういうのもイベント的に楽しんだりとか、レコーディングもすごいなんかみんな真剣なんだけど、うん、なんかキャッキャ言いながら合宿みたいな感じで。いやもう本当にそういうの孤独だもんね。なんかそのみんながその自粛中になんかできることはやってて、自分たちでなんかプリプロを軽く作って、レコーディングスタジオもなんかすっごい対策、感染症対策してるぜみたいな感じで言ってくれたから、じゃあ行きますって言ってレコーディングしに行ったら、なんかもうめっちゃハッピーな合宿になってみたいな。なんかもう毎テイクごと褒めるみたいな。いや今も最高やばい、あ、今黒人、今の大竹のボーカル黒人だったねみたいな。なんかマジでいいよとか、今すっげー音域出たけどこれもありみたいな。へー、楽しそう。二人みたいな、こう一人で作って孤独みたいな、うん、でもリモートだったもんね。僕はそう、リモート、うん、なんか二人みたいな孤独に向き合うっていうよりかは、なんか生まれて初めてハッピーな中、いやーすごいな、なんか幸せな出産みたいな感じで、みんなでワーワー言ってるみたいな。でミックス聞いて売れたわみたいな、これを売れたわって言って、で写真もなんかそのちょっと遊びながら撮るみたいな、うん、足の写真とかも一発勝負で、私が全員メンバーの全員の足にペディキュア塗っていく。あ、そうなんだ。あ、自分で塗ったんだ、ね、そうそう、全部一発勝負でやって。いや、めちゃめちゃアートワークかっこいいなと思って、あの PV もすごかった。すごかった、ね、シーツのお化けみたいなやつ。そう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 、かっこよかった。あれも、あれ誰か考えたの？あれは、吉田ハレラマさんっていうクリエイターの方がいらっしゃって、なんか企業関連のあの撮影と、あとは自分がアーティストとして取り組む PV とかの2個やってて、で、なんだろう、他のアーティストさんの PV とかを何本か私が知り合いで撮ってもらってたから、うん、じゃあもうハレラマさんのセンスで撮ってほしいですってお願いしたら、一寸先闇って曲はなんかその、ね、何、もう言葉の通り、うんうん、もう一寸先闇、なんかもう次の一手がわからないとか、うんうん、足元をしっかりしてないと失敗するぞみたいなメッセージ性が感じられる曲だったので、うん、お化けを使ってなんかこう、そう、なんかすげえバカにされながらこう探検するみたいな。そうそうそう、すごい売れそうな映像ですよね、あれ。でもね、あれの YouTube のコメント見てもらったら分かるんですけど、うん、コメント欄に顔見なければよかったって書かれたりとか。え、そうなの？めっちゃ面白い。なんかこうやって売れていくんやなと思いながら、ディスられて。あ、そういうのあるんだ。あるあるある。でもそんぐらい見てもらってる映像になったし、うん、なんだろうな、ハレラマさんのそのセンスというか、この私の書いた曲を聞いてメッセージで受け取ってこうしたっていう、うん、のが明確になってる MV だから、なんかぜひ見ていただきたいんですけど。あ、すごい。そんなね、最初なったら泣いてたよね。泣いてた泣いてた。もう
ブスって言われたみたいなやつだって、尾形が僕めっちゃ言ってたっけ、尾形はもうブスって言ってたし、尾形のお客さんからもブスって言われたことがあって、ね、知らない人のことブスって言うんだみたいなこと、そう、一回それであったよね、マジで怒ったことがある。でもなんか2人のアルバムは私なんか長距離の移動とかでずっと聴いてる、今2週目とかやってる。ありがたいです。スッと入ってくるっていうか、もうずっと前からこれはなんか売れてるアルバムで私のプレイリスト入ってたみたいな感じので、時期もほとんど一緒だよ。僕が7月15ですね、カフェに来ててくれてありがとうねが15で、で私が7月29、うん、で8月50 50じゃない50 今8月つられた、7月32日みたいな、今33日やで、34日や今で、まあ僕のアルバムはここで7月15日に出ましたね、出て、これはもう完全にリモートのアレンジになってるアルバムで、僕も1月ぐらいに、7月15日誕生日だね、ああね、うん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 、それが水曜日で、水曜日タワレコの入荷日だから、うんうんうん、あ、これはいけると思って1月ぐらいに出したいですって原さんに言って、それで2、3月で仮歌をバババッと20曲ぐらい撮って、その中からじゃあこれからアレンジして何を入れるかって決めるって時にコロナになって、ね、ああもう無理だと思って1曲しかできてなかったんですよね、アレンジが。東京行こうよしかできてなくて、まあ、あとは やっとくよみたいな、やっとくよって言われてもなみたいな、マジみたいな。いやでもなんかミックスしてる動画も見たんですけど、そうだから、そうなんですよ、ラララをね、そうはい、ベース、はいはい、ピアノ来ました、オルガンも来ました、ルータ。ずっとラララって曲があって、それをそのミックスしてる動画をあの上げてくれたんだけど、多分それシリーズ化で1ヶ月ぐらいかかってるじゃないですか、あれ全部出すので、うん、だからもしかしてラララしかやってないんじゃないかと思って絶対間に合わないじゃんと思って、いやもうこれ無理かなと思って、もうスタジオにも行けないし、みんな集まってこうやってやることもできないし、これ間に合わないなと思って電話したら、もう8曲ぐらいできてますよみたいな感じで、リモートでね、リモートでこうやってアレンジができてるという、なんか僕は誕生日とか2作目とかいうよりも、なんかこうそこにものすごい意味を感じるというか、今回僕は個人的にはすごいこういう時期にみんな家にいて、それでこういう作品をみんなで作っていただいて、原さんにこうやってっていうのが、この時期にこういう新しい形で一枚出せたっていうのがすごくなんか意欲作っていうか、ね、うん、そうそうそう、こういう作り方が主流になって、ね、考えられなかったね、びっくりしたもん。なんだろう、私合宿みたいなワイワイした撮り方が初めてだったから、あ、みんなこんな楽しいことやってたのかって思ったけど、でもなんか尾形みたいにできたよって言われて初めて聞くみたいな。そうだから今回のアルバムとかに関しては、うん、1作目の正気ですはもう全部僕も立ち会って、そのここでね、みんな生まれていくのを、そうそうそう、でこうした方がいいんじゃないっていう現場にすごい居合わせられたから、そのあの、わあもうこれがこうなってこうなってっていうドラマがあるなったし、すごいあれだったんだ。今回のものに関してすごいふわっとしてて、そこら辺の実感というのがもうなんかプレゼントをもらったような気分だから、あそう、そう、大丈夫ですよ。あのデータをもらって、うん、はい、あ、このテイクがいいですみたいな感じに、それもほとんどやってないですよね。あ、だからほとんど仮歌の状態で、ギターと、声だけ取って、うん、そのギターと声だけのやつで多分みんなにギターとかベースとか各それぞれのスタジオミュージシャンの方とかやって、うん、レディーにしてくださってやってっていうのを
じゃあもうあとは最後歌入れだけだからっていう感じでしたよね。あ、完全にそれで完成品を、うん、あとはもう本当に 歌取りだけやって、うん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 、来てくださいって言って、そこでも多分ちゃんと聞いてない気がするな。なんか隠したんですよね。隠してないんだけど普通になってて普通に歌ってたけど、やっぱほら歌うことでいっぱいじゃない。そうそう、歌うことに多分、そうそうそう、あんまりこうね、うんうん、ちゃんと聞けなかったっていうのはあるんだけど、うんうん、それでなんかできたのを、うん、あの納品するんだけど、その YouTube で動画撮りたいから、うん、軍内が部屋でパソコンでこうやってイヤホン全部聞いてる動画を、うん、なんか携帯で撮ってほしいから、それまで絶対聞かないでくださいって言われて、うわータンプレじゃん。タンプレタンプレ、本当にプレゼントみたいな僕にとってもすごくなんか、うん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 、嬉しかったし、すごい。そのね、そのね、さっき言ってたあの作って一緒にワイワイ作っていく楽しさっていうのを、うんうん、俺一人だけ感じてたのよ。あ、俺はそうなんですよね。こんな音入ってきた、こんな音できた。僕は全然わかんないもん。そのメンバー、そのグルーパーズのメンバーも、うんうん、まあ、多分わかんないよね。わかんないで、俺一人で、お、これ来た、これ来た。で、最後、軍内歌入ったみたいな感じで、もう一人で楽しかった。めっちゃ一人で楽しかったもんね。で、なんかね、なんか熱いものを感じたよ。なんかこんな風に淡々と進んでるけど、なんかすごいもんできてる感があって、あ、うん、この感動って絶対軍団にまとめて味わってほしいなと思って、うん、なんか小出しにするよりも、なんかこの今俺が味わってなんか知んないけど、この感じをポンと軍団に投げてみたかったの、ね、で、それを俺見たかったって、どんな感じだったのサプライズ、サプライズプレゼントですよね、本当にね。はい、軍内よかったです。セカンドアルバム生きててくれてありがとうねを送られてきたので、ちょっと見たいと思います。あの、初めて聞きます。乾杯。うわーこれかすげえ。捨てて初めて見たことは大抵途中でやって終わっちゃう。愛することとは溺れることです。それしか僕はできなかったようで。名盤です。え、マジでハートフルだ。すごい。いいな。こういう形でできたっていうのはめちゃめちゃ。そうだね。ね、すごく。うんうん、ありがとうございます。うん、ただバラバラでやってもそれなりになんだろう。ワイワイやって、あ、こんな生まれてく感みたいのは、やっぱりこう完成したものを聞いてもなんか共有できるなっていう、うん、想像の喜びみたいなのは、うんうん、一人でやっててもね、スーってこの二の前スーって言ってね、できた時はやったと思うでしょ。あ、そうですね。そうそう、勝利宣言するでしょ、仕上がった時は。シャー形になったで、やだ。そうだよね。もう、もはや私歌と声、あ、歌とギターだけで曲ができた時にそれがあるからそうだよね。なんか、なんだろう、この時期って言ったらあれだけど、でも曲ができる喜びとかは一緒なんだな。一緒ですね。もういっぱい聞いてください。お願いします。ぜひお願いします。悲しい